レッツクッキング、あ、ののさん、風船4回ございます。まずこのレンチンご飯を、あっ、てってって、このね、器に開けるんですよ。あー、ちょっとちょっと、あっ、あっ、あっつい。あ、ナナさん、ありがとうございます。はい。はい、はい。はい。はい。で、ここになんか、卵かけ、しょうごさん醤油みたいなの。まあ、だし入りのね、やつを買って、はい。こんぐらいかな。まあ、ちょっと味濃いの好きなんでね、僕ちょっと多めにかけるんですね。こうネギなんですけど、まあ、本当はね、こう長ネギみたいなやつが欲しいんですけど、長ネギがないので、普通のネギを。はい、出来上がり。卵かけご飯。ちょっとね、こう黄身を潰したりなんかしてね、こっちとね、こんな感じで若干こう混ぜると、ほら、こんな感じで、うまい。取れませんね。もう一個足んないな。もう一個作ってくるか。ああ、だめだめだ。
とね、賞味期限切れてるんですけどね、もずく酢が家にありました。あ、ちょっと賞味期限切れちゃってるんですけど、2017年8月12日ってありますけど、まあ1ヶ月ぐらいだったら大丈夫でしょ。よいしょ。ちょっとね、もずく酢があったので、今度ね、卵1個にしました。熱々ご飯ってマジ熱いからね、これ。延長しました。まあ、チケットあるからな。はい。これ熱々ご飯ってマジ熱いよね。なんかよくダチョウクラブとかが、おでんの卵とかでやってるけど、ご飯とかでも十分あって、ご飯の方が熱いよね。ちょっと、もずく酢で食べてみましょうか。どれどれ？もずく酢。もずく酢ってご飯のおかずではないな、これな。鎖骨どもです。卵かけご飯にしましょうか。はい。まあちょっとね、これね、潰してからこうね、こっからしょうゆこかけても美味しいんじゃないか。おお、ちょ、こんな感じですかね。